c ー・ o ウル。c ー・ o ウルは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、カサゴモク、ダンゴオカに属する魚の通称にちなんで、命名された。c ー・ o ウルは1944年2月7日に、メイシュー・キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年5月7日に、トーマス・エル・ギャッチ夫人によって、命名、浸水し、 1944年7月17日に、艦長カーター・エール・ベネット少佐、アナポリス1933年組の指揮下、収益する。ポーツマス及びニューロンドン沖での成長後、シー・オールは、パナマ運河を通過し1944年10月23日に、真珠湾に到着した。11月19日、シー・オールは、最初の紹介で、シー・ポーチャー、 ピラーニアと共にウルフバックを構成し東、シナ海に向かった。ショークでは、艦船攻撃の他に B-29 の援護も命じられていた。12月11日、シーオールは、五島列島沖で、ムツキ型駆逐艦と、オボシキ艦艇に対し、常用のの他に旧機と呼ばれた、新兵器の発射。この攻撃により、第76号苦戦特務艇を撃沈した。 残りの紹介期間には何事も起こらなかった。1945年1月15日、シーオールは54日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。2月11日、シーオールは2回目の紹介で、ピラーニャ、パファーとウルフバックを構成し、ルソン海峡及び南シナ海方面に向かった。紹介海域では3月25日から26日にかけて、 プラタス島の通信施設に対して二度に割り艦砲射撃を行った。都で日本海軍の潜水艦に関する情報がもたらされ、それに基づいてウェイク島を沖に急行した。4月18日、シーオールはの地点でレーダーで目標を探知。後をつけたものの目標はウェイク島の干渉内に入った。シーオールは目標に向けて魚雷を発射。 やがて三つの爆発が起こって、三35型潜水艦を撃沈と判断された。しかし、実際には、魚雷は岸壁に命中しただけであり、そばで揚陸作業をしていた E372 には命中しなかった。4月21日、シーオールは70日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長が、ウォーレン・シーホール・ジュニア、 アナポリス1937年組変わった。5月20日、シーオールは3回目の紹介で、パファー、ティランテとウルフバックを構成し、日本近海、東、シナ海及び航海方面に向かった。この紹介では通常紹介と救助配備任務に就いた。6月9日、シーオールはの冷水湾港で、秋月型駆逐艦と思われる艦艇を含む2隻の目標探知。 この二隻の艦艇は、解剖艦ヤシロと第41号解剖艦であった。4時35分、シーオールは、攻撃位置から魚雷を6本発射。最初の魚雷が第41号解剖艦の中央部に命中、爆発し、他の魚雷は、目標の下を通過した。ヤシロが、他の小海艇二隻と共に、爆雷攻撃を始め、 続く14時間で84発の爆雷を投下したもののシーオールは損傷を負うことはなかった。4日後の6月13日、シーオールは砲撃により4本マストの大型スクーナーを破壊し、2名を捕虜として捕らえた。6月28日は冬ギラインの処分に1日を費やした。7月2日、6名の撃墜されたパイロットが135マイル漂流後に、 シーオールによって救助された。6名は負傷の治療を受け、紹介の残りを共に行動した。7月12日には、潜水艦を発見して来撃したが、命中しなかった。7月29日、シーオールは67日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。8月15日の日本幸福時、シーオールは、真珠湾で4回目の紹介に向けての準備を、 行っていた9月に本国へ帰還した C.O.L. ーーは大西洋艦隊に加わり、パナマ運河地帯のバルボアを拠点とする第六潜水船隊に配属された。1946年10月から1947年3月まで南米大陸の西海岸沿いを巡航し、他の第六潜水船隊の潜水艦と共に西インド諸島のクレブラ島沖で艦隊演習に従事した。 続いて、キューバのグアンタナモ湾ン及び、フロリダ州キーウェストで、対潜水艦船演習の支援を行う。COL ーーは1947年9月から1948年1月まで、フィラデルフィア海軍造船所でオーバーホールを行い、その後カリブ海での短期回復訓練に従事した。1月12日に、バルボアで、通常任務を再開し、続く18ヶ月間、パナマ及び、 カリブ海で活動、艦隊訓練演習に参加した。1949年6月27日、シーオールはポーツマス海軍造船所に到着し、定期オーバーホールに入る。作業は10月に完了し、その後、ニューロンドンの第8潜水船隊に配属された。続く2年間を大西洋で活動し、艦隊演習及び対潜水艦船訓練に従事した。 シーオールは1951年4月から8月までフィラデルフィア海軍造船所においてフリートシュノーケル改修が行われた。翌年はカリブ海での大西洋艦隊演習に参加する。1953年初めにシーオールはサウスカロライナ州のチャールストン海軍造船所でオーバーホールを行い作業が完了するとニューロンドンに向かう。続いてカリブ海での スプリングボード作戦に参加し、3月にニューロンドンに帰還した。その後初の第6艦隊配備で地中海に向けて出航し、3ヶ月間の巡航で艦隊演習及びキーストーン作戦オペレーションキーストーンに参加。フランス、イタリア、スペイン、ギリシャ、トルコを訪問した。1954年8月にニューロンドンへ帰還すると、シーオールは続く2ヶ月間を 大西洋及びカリブ海で潜水艦学校の生徒及び予備役兵の訓練に費やした。1956年の晩秋から1957年にかけて特別作戦に参加した後、ニューロンドン海域での通常任務を再開し、9月1日まで任務を継続した後来た大西洋において、ナト o の演習、フィッシュプラ及びスタイクバックに参加。 10月にニューロンドンに帰還した。1958年4月及び5月に、シー・オールは、ナトウの演習、ニュー・ブルームに参加、ニューロンドンに帰還するとその年の残りは、沿岸活動に従事した。1959年はじめに5ヶ月半の、オーバーホールが行われ、その後、ナト o の演習、フィッシュプラに、参加、1960年後半には2度目の、 地中海配備が行われた。1961年は拡張維持作業で始まり、続いてニューロンドン海域での沿岸活動に従事した。3月6日に別の地中海巡航に出航し、その後ポーツマスカイ軍像戦所での定示オーバーホールが行われた。1962年のクリスマス休暇後、シーオールはカリブ海に向けて出航し、 スプリングボード作戦の第2段階に参加した。同作戦では、対戦水艦戦演習に加え、プエルトリコ、バージン諸島への訪問も含まれた。続いて、すぐに、カナダ海軍部隊と共同の2週間の対戦水艦戦演習をバミューダ近海で行う。1963年4月には、アメリカ海軍とカナダ海軍共同で行われた演習、ニューブルームクサイに参加した。 同年の残りはニューロンドン海域で潜水艦学校の訓練活動及び演習に費やされた。1964年2月8日、シーオールはフィラデルフィア海軍造船所での5週間の信頼性試験を行い、その後アメリカ、イギリス、カナダ、オランダ海軍共同で行われた演習、ロンフックに参加、続いてカナダ、アメリカ海軍の演習。 カナスサイレックスに参加した。9月には、アメリカ、カナダ、イギリス海軍共同の演習、マスター・ストローク及び、カンシレックスに参加し、11月2日に、フィラデルフィア海軍造船所に、帰還、5ヶ月のオーバーホールが行われた。1965年7月7日、シー・オールは4ヶ月の地中海配備に出港し、ニューロンドンに帰還すると、同年の残りは、 沿岸での活動に従事した。1966年はニューロンドン海域で潜水艦学校の訓練支援、作戦試験及び評価部隊の活動に費やし、カリブ海でのスプリングボード作戦にも参加した。1967年は様々な艦隊の訓練演習に参加し、5月22日に北ヨーロッパ海域に移動、訓練及び親善訪問を行い、 7月に帰還した。除隊の健康診断中に乗組員に結核患者が発見された。管内は閉鎖された環境であったため、乗組員全員がニューヨーク州セントオルバンズにある海軍病院へ送られ、3日間の集中的な検査が行われた。研究所の分析の結果、他に罹患者は発見されず、乗員は任務に戻ることができた。 潜水艦での生活は得意な状況にあり、C.O.L. ーーは医療局結核班の臨床調査のための対象群として役立つこととなった。1968年の活動は様々な艦隊演習が行われ、その中には駆逐艦部隊との対戦水艦船演習、NATO 及びアメリカ海軍の海軍航空団との演習が含まれた。訓練には士官及び 潜水学校生、予備役兵の巡航が含まれた。1969年6月30日、シーオールはギースマイナス405実験潜水艦へ艦種変更された。7月7日にニューロンドンを出港し最後の地中海配備に向かう。帰還するとシーオールは不活性化の準備に入るよう命令を受ける。11月15日にシーオールは退役し、 同日除籍された。その後1971年6月3日にスクラップとして売却された。c e o ルは第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。